なきゃ恋愛っていうのは成立しないってことは言ったけれども、同じ土俵っていうのはただ一緒の場所にいる付き合いがあるっていうだけじゃダメなんだよね、うん、好きって言葉が登場できるような親密さの土壌っていうものがない限り、コンクリートの上に花は咲かないの。その土壌を2人で知らないうちに作っていくっていうことが、実は恋愛感情を育てていくっていうことで、実に、ね、恋愛をしていくという作業は、恋愛っていう独りよがりの妄想を消していく作業でしかないのね。普通は好きっていう言葉が、登場することによって恋愛が始まると思われているらしいけど、僕に言わせればこれは逆ね。好きっていう言葉が登場しうるっていうことは、それだけでもう恋愛が終わりに近づいてるってことだけしかないのね。この終わりっていうのはもちろん破局っていう意味ではないけど、幸福な終わり、ハッピーエンドっていうことだけど、どうです、博士。さっぱりどうだろう、わかんないですか、もう説明してもらいますか。例えば、ちょっと恐れ多いですけど、この雨降ってますね、それ気になってる、雨で、ね、気になってきたっていう、持ってきてない、けど、まあ、寝てみる。例えば今、ちょっと天気を見ながら聞きますよ、出させていただくと、はい、博士と私は同じ場所にはいるけども、はい、博士はと同じ土俵にはいないわけです、はい、なんでかっていうと、うん、博士はもうこういうあの恋愛の権威で不義の方の方で、私たちはなんかと私たちって言ったら皆さん知っていた、私はあの、うん、多分おそらくですけど、博士はそのお対等のお友達もいるし、おーついちゃった対等な友達もいるし、その会社の仲間の人もいるし、でいろんなあの付き合いがある中で、多分博士はあの何かをしてあげる人も必要だって前おっしゃってたんで、そういう立場は私だと思ってるのね、恋愛の対象にはならない、残念ながら。なんかその芸能人とファンで恋愛するっていうのはあんまりなくって、まあ、ほぼないっていうか、多分同じ土俵じゃないからね、芸能人は芸能人として付き合うとか、そういう簡単に言うとなんかそういう感じのことかなって思ってますけど、あとそうなのかね、違いますかね、あとなんか全然知り合いじゃないのに、まあ一目惚れとかして好きですっていきなり告白してやったりする人いるけど、そうじゃなくて、じゃあその人と恋愛したいんだったら、うん、まあ少しずつでも相手となんか距離を縮める努力して話したりして、そういう恋愛が生まれる土壌を育てろって言ってるのかなとか思ったけど、違う。でもそれってマルさんなんか言いたいでしょ。いやー、実演そのコンクリートの上に花咲かすようなもんだって言われてもさっぱりわかんないな。釣り合いっていうか、そのか、まあ、価値のあれが取れてないとダメって。じゃあこの橋本さんの恋愛って、なんだ、心はちゃんと通じ合ってなきゃ恋愛じゃないってことなのかな。うん、多分。そうじゃない恋愛もあるんですか、心が通じ合ってない。それも錯覚だろうって思うんだよね。あ、通じ合ってるって思っちゃって、通じ合ってるような感じが一瞬した気がするみたいな。それを言われると、うん、ね、うん、だから、うん、なんだろう、思い上がってるぞっていう。他人と分かり合えることはめってないだろうと思っちゃう、まあ、よくなんかこう、ね、恋愛相談とかで書いてあって、一番うんって思うのはお互いこう思ってましたとか。そうそう、それそのお互いはあなたがお互いと思っているだけで、相手はどう思っているかちょっと分からないですねとは思うけどね。喋っててすごいなんかうるさく食らいついてくるようなやつだと、うん、あ、はいはいってなっちゃうじゃないですか。私、ちょっとこれは言っていいのかな、なんかこう例えば採点をする仕事をしてたとするじゃないですか、例えば、ね、うん、例えばテスト、うんうん、その時に、あ、これちょっとあれだなって、こう論文とかでこう減点をした時に、うん、必ずなんで減点したんだってこう聞いてくる人とかがいると、はい、もう逆にとある例えば試験に向けて勉強しようとかって、そういう状態であるにもかかわらず、はい、うん、だからそれは絶対良くない表現だから減点しなきゃいけないんだけど、うん、毎回毎回いちいちそうやって食らいついてこられると面倒くさいから、まるでいっかみたいになっちゃう。うん、あるある。そ
本当のことを言ってそしたらまだ逆にす俺すごい成績良かったのに試験落ちとかってなっちゃうのかなとか。それはね、対等だと勘違いしてるっていう。あれ何の話してたの？おい！それは何なんだろう。だからお互いお互い分かり合ってるのは幻だってこと？そうそう、だからもう例えば私例えばまあその丸付けをする人は認めてくれた。例えばさ、橋本さんとさ、うん、僕がさ、僕がゲイだとして恋愛したとするじゃん、うん、で こんな子にうるさいこと言ってきたら、うん、僕もなんか そんなふりするもんね、うん、その人といるときはそういう心から分かってるふりするけど、うん、内心はこいつといない方が楽だなっていうかそんなことじゃなくて別に一緒にいればいいじゃんっていうのも恋愛だし、うん、なんだろう、バターサンドクッキーみたいなあの六花店なんか、ね、もう食ってるようなもういいよっていうもうちょっとこうしつこいみたいな1個でいいよみたいな。いやだからいろんな形もあると思うんだよね、うん、こうじゃなきゃっていうのが決まりすぎてるのかな。でこの人が なんだろうな実はつながってたと思った人はつながってなくてつらかったとか、理解しなくて理解した時にあこれが恋愛だと思ったのかな。多分その初恋の人がすごい好きで、ね、うん、本当は自分たちは結婚まで行くと思ってたんじゃなかったの。小学校とかに行った時に好きだったでしょ。だけど結局その家庭であのうまくいかなくなっちゃって、早い最後は付き合ってないんですよ。最後の本書いてた時はもうえその人はずっと続いてるんですか。そうなんです。いろんな人だったもんね。ずっと続いてないと思う。だからその子供の時の思い出だけがすごく幸せで、うん、それを過去あったから、うん、どうしてその恋愛うまくいかなかったんだっていうことに理屈をつけてるんですよ、ずっと、うん、本当はこの人でも売れっ子だからいろんな人とも恋愛もできるでしょ。それはありますよね。ね、うん、確か恋愛論って言ってるんだけどな。あのなんだろう、幸福論ってあるじゃん。はいはい、大抵すごい不幸な人書いてるじゃん。ああ、わかります。夜と霧みたいな、アウシュビッツみたいな、あと目が見えないとか、いろんな人書いてるわけよ。あ、確かに。ね、だから幸福論って書く人ってもう幸福で、うん、もう打ちのめされた人が初めて見つけるところなんだと思うんだよね。うん、だってどっかの王様はね、幸福論とか言ってて言ってないですよ。全然ね。そう、めっちゃ言ってる人が、うん。幸福とは何かとか考えられないですよね。多分うまくいってる人はね。ソドタウンの社長とか書かないよね。多分佐々木のぞみとか何も考えないと思う。いや、そんなことない。それは多分、いや僕の中では彼女は今は分かんないけど、うん、多分辛い思いすると勝手に思ってて、過去じゃなくてこれからですか。だから、そう、うん、だって、まああんまり言うと悪口なんだけど。そうそう、ということは橋本さんは恋愛で結構傷ついてきているんだ、ね、そうなんです。本当に傷ついてる。なんかそんな気がするよ。一日中恋愛のこと考えてるわけですよ、うん、だからすっごく重くなってくる。なんだろう、うん、で、一方でその夜と霧とかいろんなこと経験した人が書く幸福論よりも、うん、もっと自然な幸福ってあるんじゃないって言いたくならない。なんか、なんか分かんないけど、僕のイメージする高田純次とかは、いや幸福ってそんなもんじゃないんじゃないみたいな。なんか雲でふわふわ浮いてるみたいな。そうそうそう。こんな苦労しなくても。そうそう、そこまで考えなくてもみたいな。確かになる。だからそのいろんな形あっていいと思う。心と心がつながったらいいかもしれないけど、それはなんだろうな。理想系の一つというか、恋愛で苦労した人が目指しそうですね。心と心がつながるとかってね。そうそうそう。別にね、片を何だろう、誰か焦がれて自分のところに来たっていいじゃんと思うけどね。面倒だったら振ればいいし。うん、とか。まあでもそういう人にはいいんだろうね。その悩み悩んでうまくいかない。でその同じ土壌でっていうところがいいなって思ったんですか。多分私もこれ読んだ時失恋して、でなんか求めてたわけですよ、ね、納得する理由を。多分その相手の人とを、まあ、同じ会うことはでき一緒の場所にはいたけど、あの職業とか違ったしダメだったんだろうなみたいな。でもなんだろう、僕はそういうなんか職業とかランクとかそういうことじゃないところに恋愛があるからいいと思ってて、あつまりその決してファンとの間って恋愛生まれるし、なんか恋愛だけ別なんだと思うんだよね。だからコンビニの店員に惚れるってことだってあるわけ、うん、男性も女性もね。だからなんだろう、普通は仕事上の関係とかいろんな関係でみんな仕切られてるけど、恋愛だけそこ飛び越えてくんだよね。
関係なしみたいな。関係なし、他の欲望が動くっていうか。あ、まあ、そのお嬢様と使用人とかありますよね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。だから、まあ、もしかしたらここで言ってる土台そうじゃないかもなとも思うんだよね。ああ、橋本さんに聞いてみないとわかんないですね、うん、例えばその土台っていうのは価値観とか、うん、そっちかもしれないですね。そういう土台が違うってことを言ってるのであって、うん、そうか、そうかもしれないね。それ読む時のは自分はそういうふうに考えてそれで腑に落ちちゃったんですよね、うん、間違ったことも腑に落ち方かもしれない。私のこと分かってくれるとか思うと好きになったりするので、うんうん、結構その例えばお嬢様と使用人とかそういうカップルだったとしても、うん、まあ結婚して夫婦になったら結構上下とか関係なくて、うん、逆になっちゃったけどね。そうだと思ったわね。そう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 、そういうのそういうの、うん、でもその時にもしかしてそのそこで価値観が合わなかったりいろんなことをすると同じ土台に立ってないってことが起きるかもね。あ、全く同じ身分の同じあれだとしても、うん、関係ないですね、うん。なんかさっき言ったそのファンと、まあ、芸能人じゃなくてもいいけど、はいはい、その一般人でもなんかファンみたいな立ち位置になっちゃうと、うん、それが多分そのさっき言った結晶作用を生んでるんですよね。あ、だからなんか叶わなくなる。付き合った後、付き合った後その一般人の方ががっかりしてあるだろうね、うん、っていうのはあるよ、ね、そう、イメージの押し付けとか、あとその接客業の人好きとか、ね、まあ、あるいいんですけど、物語を作っちゃってますんだけど、ね、妄想しちゃうんだよな。まあ、音楽とかね、本とかで書いてあることと本人違いますからね。今その天気予報見たら9時だけ降るって書いてあるよ。え、本当ですか。ちょっと待ってるのはやむんですね。でも最近ちょっと寒いですよね、うん、天気予報変わってるぞ。10時になったらちょっとあの止んでくるっていう。12時、昨日お花見したし、よかった。あ、したんですか。なんか私、ね、あの、うん、区の広報ってあるじゃないですか、うん、ああいうの結構読むの好きなんですよ、うん、なんか全然誰も読んでないだろうって思う、うん、でもそしたらなんか結構たまにいいイベントとか書いてある時があって、うん、そのなんか結構お安くあの屋形船みたいなのに乗せてもらえて、うん、あの隅田川からスカイツリーターの花、うんうん、すごい楽しかった。主人と2人めちゃくちゃ高そう。そう、なんかそう、あの乗り合い感じで、そうそう、ね、取ると高いけど、うん、やっぱ区に住んでる人で、うん、ちゃんと先着順だったんで、うん、それ見てすぐ応募して、賢い。そういうところで生きてる人もいますからね。うん、つまりその、それでいいじゃんと思うんだよね。なんつうの、その、愛とは何だじゃなくて、今日屋形船に乗れたみたいな。うん、ちょっとその、お得に楽しめたぞみたいな、あるような気もする。まあまあ、この橋本さんもそれも楽しんでたのかもしれないけど。うん、まだいっぱい時間ありますよ、どうぞ。あと、あの、恋愛についてちょっと書いてあるところがあって、はっきり言って恋愛っていうのは一番スムーズな取引だからね。これをあまりにも合理的な考え方って言うんならこう言い換えてもいい。人間には手が2つあるんだって。もうこういうことになったらいくらだってロマンチックな日は出てくるんだからって自分はこの橋本さんが言ってるけど、この受解に連れ去られた気分。受解ちょっとごめんなさい。全ての物事にはそうした両方の方向性がある方向性があるってことが教えられてるのね。全てお互い様でピッチリとした取引になっているから関係ってうまくいくんだよね。これが壊れたらおしまいなんだってことを頭に入れとかなかったらどうにもならないと思うよ。思うけどね。これね、あのちょっとあの松見がゴミが喋り言葉で書いてあるんだよね。そうそうそう、何や講演を本に、そうそうそう、講演、ああよくご存じで、そうここに書いてある講演が、あのそれを文字起こししたなので、なんかこうちょっとおかまっぽい。そんなことないだろ。語りかけ口調というかね。そうそう、なるんですよ。でもこれちょっと気になったのが、はい、作家保坂和志氏が企画して行われた公演っていうのは、うん、この人が企画してこの橋本さんが喋ったってことなんですかね。うん、そうじゃないですか。保坂さんの言葉を橋本さんが書いたわけじゃないので、ね、企画だけなんですか、ね。うん、でも恋愛は取引だって言いますけど、全ての人間関係取引じゃないですか。さすが。あ、いや、よかった。しかもその取引が崩れたらって言うけれども、取引が崩れるってどういうことなのかなってむしろ分かんないっていうか、
クズルベじゃない、ちょっと壊れたらおしまい。壊れた真ん中の赤線の取引が壊れるっていうのがわからないですね。あ、でも多分全ての人間関係の取引なんだけど、その中で恋愛が一番スムーズに行われているよっていうことを言いたいの。そうかな、それも反対、それも反対の、うん、あるある。でほら恋愛こそ一番騙し合いが OK な、そう、あとルール無用の領域かなと思ってる。ビジネスだったらちゃんとルールあるし、確かに恋愛だよね。それを親子だったら綺麗な何かがあったりするし、恋愛はね、もうなんか結婚してても結婚しないとかありだしさ、本当にそう、もうそうかもね、バトルロワイヤル的な、バトルロワイヤルです、こちらにしてもらいます出た、あの映画怖かったな、見てないけどそこしか知らない。あ、本当ですか、はい、全てがお互い様できっちりとした取引になってるから関係ってうまくいくんだよね。うまくいく。これが壊れたらおしまいなんだっていうね。まあそうだね、でおしまいになるよね、確かに。ジョコさんの言葉で読むと納得されますよね。ちょっと線を引いてたら壊れたらっていうよりは、まあ、その取引が必要じゃなくなったりとか、まあ、その自分が与えるものに対してのフェイがちょっと少ないっていう風に感じたらとかっていうのが取引が壊れるっていうことなんですかね。なんだろう、男性が満たしてるじゃないですか、なんか取引して、例えば男性の目的が体の関係を持つことだけだとしたら、うんうん、もうそこでクリアしちゃうからね、うんうん、取引終了ですよ、うんうん、あ、それでも壊れるっていうのは女性側からしたら壊れると思うから、うん、でもそれ取引なのかな、もう詐欺だよね。ちゃんとした取引じゃないよね。そう、搾取、搾取。土壌薬って感じ。そんなのもありだからね、恋愛ってすごいなと思う。うん、すごい。確かにな。だからやっぱ心動かされないのが一番強いですよね。そう、ゲームに勝つと。なんかモテる人って自分からあんま好きにならないと思うんですよ。それは。うん、好きって言ってくれた人の中からいい人を、うん、選ぶ、うん。それが一番ね、いい恋愛のなんか楽。やっぱり私最近なんかその心を動かされないため の、うん、なんていうか考え方としてやっぱり博士 の、 いろいろ教えから結果としてこいつは心の底から言ってるわけじゃないっていうのが思うようになると、はい、やっぱあんまり動かされなくなりますよね、うんうん、それと同時に恋愛のなんかこうふわふとしたドラマチックが消えちゃうでしょ。そうなんですね。ああこいつは今チンコに脳が乗っ取られてるんだなみたいな。あれだと一ゼミ一チンコみたいな。丸のりというか何だろう、ね、いやいいですか、うん、いいですか、どうかわかんない、丸節、丸節みたいな、ま、丸節、そう、なんか美味しそう、かつお節、なんかそうかもしれない、今の話聞くと丸節はいらないね食べ、あ、料理の中にはそうですね、まあ、それはいいとして、うん、悪強い、悪強い、そうそう、人によってはそうですけど、まあ、それを置いといて、次いきますか、まあ、いきましょう、あと今度コンプレックスの話なんですけど、いいですね、コンプレックスというのは不思議なものでね、傍から見れば一目瞭然明らかであるような原因に当人という人だけは決して気がつけないようにできているので、そうかも、そう、自分はおしゃれが下手だと思っている人は自分がおしゃれが下手だなんだってことを認めてもいいんだ、うん、おしゃれ、うん、って思った段階で楽になれるのね。コンプレックスっていうのはそういうもんですね。だから余計な、余分な話みたいだけど、今はコンプレックスというものは、実にコンプレックスと関係のなさそうな外見を持った人、コンプレックスなんて何とも思わないっていう意地っ張りの人に癒しようもなく、根強く、根深く残っているようなもんなんだよね。あります、わかります、どうですか、マナさん、長野さんなんか感動してる、感動してる、反応してる、ちょっと忘れちゃった、どうぞ、おい、もう一回言います、最初の方が聞いてなかった、最初の方に反応してたよ、もう一回言ってもらってですか、すごい、なんかごめんなさい、偉そう、全然コンプレックスというのは不思議なものでね、傍から見れば一目瞭然明らかであるような、あ、そう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 、分かった、男の私実はその学歴を大卒だって言ってて大卒じゃなかったっていう人を2人知ってるんですけど、はい、
なんかやっぱりそれが結局コンプレックスなんだろうな。もちろんそうでしょうね。めちゃめちゃそれを感じたんですよね、でかっちょ悪いじゃないですか。ここで言ってることとどう関係してる。で自分はだそういうのをあれ本当だ、でもなんか自分だからそれがコンプレックスだって思ってるのを割にね、本人気づいて気づいてない。本当気づいてるからそうやって言ってんじゃないの。あた、あ、そっか、そうか。でも、でやっぱ付き合う女にトロフィー的なものを求めたりとか、はい、でコンプレックスの裏返しかなって思うんですけど、でも結構そういう人に限ってこう営業で結構数字を上げてたりとかする。で俺超自分に自信あるとかいう感じだけど、傍から見ると結構この人コンプレックスの塊かもみたいに見える部分があるっていう。わかる。それはでもなんとなく今それを当てはめたんですけど。そうだね、それはそうだろうな。でもそのコンプレックス、まあ一人劣ってると思ってるところがなんかいろんな努力につながり、でバランスを取るじゃん。でこれがコンプレックスのせいとも言えるじゃん、うまくいったことがね。でもそれっても混ざっちゃって分かんないというか。そうですね、コンプレックスない、なんかのほほんとしてるやつって結構仕事できなかったりとか。そうですね、なんかそういう何かまあコンプレックスあって、それをバネにこう飛躍した人って最終的になんかコンプレックスがあのいい部分になったりするっていうか、なんか魅力に見える時もあるっていうか、ことはあるかも。まあ、ただコンプレックスは結構引きずるは引きずるんだろうな。でも それがセットなんでしょうね。だから僕はその中の本に書いたけど、その男を操る方法としてコンプレックスを知り、それからそのバネになって作ったその能力を知り、この2つを上げたり下げたりすることでコントロールできると。そうですね、だから それが本人の作ってる生き方そのままだったりするから。そうで、コンプレックスはだから見抜きやすいですよ。そうですね、上げたり下げたり。そうですよね、男の人って例えばこう相手を口説きにかかってる時に見せてくるカードっていうのはコンプレックスの裏返しだったりしますよね。そうでしょうね、俺こんなすごい、あんなすごいっていうのはなんかそうですね、で結構その成功してお金持ちになった人も、まあなんだろう、昔はお金なくてそれが嫌で頑張ったみたいな人も結構いいですし。そうね、家が貧乏だったとか、だからなんか、誰から見ても分かるようなものを身につけてとかね。あともう少しなんですけど、何がやってくれたらいいかな。お、そろそろあれ来ますか、エイプリルさんが。ねえ、なんか足音が。これは違うかもしれない。わかんない。わけじゃないですか、足音エイプリルさんの。すごい。あ、すいません、映っちゃいました。あ、髪切ってる。髪切りました。すごい可愛らしくなってる。本当ですか。いや、いい感じ。めっちゃ久しぶりですね。すごい可愛い。本当ですか。これでわかります。今日褒めの本について。あ、違う。褒めの本ですか。いや、ね、雨大変だったの。いや、雨ね、そう。しかも予定も入って。いや、もう本当来たかったんですよ。大変でしたね。最後維持できました。これからなんで。はい、本当ですか。電話これだけはエイプリルさんに言っとかなきゃ。そうですね、なんかちょっとこれは今ドラマにハマってる博士とか皆さんに、なんか面白いかもしれないというところをちょっと読みます、この世の中にははっきり言ってドラマの分かる人とドラマの分からない人の2種類しかいない。そうだよ、そりゃそうだ、ペットボトル、ペットボトル飲めないでしょ。米食べる人、米食べる人。いやいや、ごめんなさい。ごめんなさい。これなんで裏で言わない。最初にやりましたね。すごい面白い。受けてみる。ありがたいです。困ったことに、普通はドラマが分からない人のことを真面目っていうのね。ドラマが分かんないで理屈だけの人間っていうのは一体どんなもんだってことになると、俺もう頭痛くなってわけが分かんなくなるんだけどさ、世の中ってそういう人が多いんだ、まだというか、ちょっとここから離れますけど、あと理屈にしか反応しない人って言ったらかわいそうだからドラマが苦手な人って言っておこう、こういう人だって
もちろん恋愛はするんだよね。ただそれと信仰の間に区別がつけられないっていうだけだってこと。信仰って大事、信仰宗教の信仰、あ、信仰って言うんですよ、宗教の信仰、信念と仰ぐという、なんでそういうことになるのかっていうと、その人たちにとそれはその人たちにとって感動するっていうことはとっても不安なことだからなのね。感動っていうのは言ってみれば、人間が平気で無防備状態をさらけ出しちゃうことだからね。それが好きで好きでたまらない人にとっては何とも不思議以外の何物でもないんだけどさ、感動が不安な人っていうのは感動がなんだかよくわからないから不安なのね。ちょっと飛ばします。困ったことにそういう人っていうのは感動に対して保証とか釣り合いっていうのを求めるのね。もっともっとはっきり言えば感動を独り占めするってことをしないのね。感動したら必ずそれは文章に綴ってみないと気が収まらない人とかね、感動した自分の気持ちを素直に文章に綴れないでいるっていうことを指して、ああ自分はダメな人間って思ったりさ。まあな、まだ長いのでこの辺で、どうですか、ちょっと半割れだった話がついてきないですか。すいません、途中から割って入ったらなんですけど、この話、この口調なんですか。確かに橋本さんって男性なんですけど、男性が好きな男性なんですよ、うんうんうん、それでこれってなんだっけ、どこかでライブって言わないね、講演会、講演会やったのも、セッションっていうか、もう言葉で喋ったのも文字起こししたものだから、ちょっとここ語彙がもうねっぽいですよ、じゃあこう慣習に語りかけてる感じ。そう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 、そこでそれが気になって入っていけなかった。そうなんだ、ね、全然入っていけない。それなんで上鶴さんがそこを取り上げたんですか。なんか引っかかるかなと思ったんですけど、なんかね、みんな全然告げなかったと。わかります。なんかこうじゃなきゃいけないって思ってる人って苦しむなって思う。橋本さんの子とか、うん、それとどうか、あ、違う違う、なんかこの人が今言ってたのは、うん、そのなんかドラマを、そうそう、ドラマをなんか受け取るのが苦手、うん、とかね、感動しないで、なんかその書いとかなきゃいけない、うん、例えばその尽くす女性とかが、うん、これだけ尽くしたんだからあの人もこうするべきとか、なんか男だったら思い、なんかこう女性に対してこうするべきとかっていうふうに思ってたら、もしそうしてくれなかったらすごい苦しむじゃん。なんで私はこんだけしたのにああしてくれないのとか、うんうん、なんか男のくせになんで怒ってくれないのとか、うん、そういうの思ってたら苦しむ。だからそうじゃなくて、何もないフラットな状態だったら何かしてくれたら感動とかできるし、うん、ってことなのかなとか思ったんだけど、あとなんだろう、その自分の中に何だろうな、そういう枠みたいのがあって、その通りにいかないとパニックになったりするとかっていうことを言ってるのかなって思ったんですけど、違いますか。うん、じゃあマルさん違うぞって。全然わかんない。まずドラマがわかんない人は理屈先行型である。理屈先行型だと感動ができない、なぜなら感動することに不安を覚えるから、感動を覚えっていうことに対してこう言語化か何かをして、咀嚼っていうか、こうそうしないとその感動に対して、そのなぜ感動するかって、その保証を取るとかって言ってましたよね、うん、っていうのがなんだろうなってメモはしたんですけど、状況はさっぱりわからん、うん、だから信仰って言ってたから信仰ってさ、あれ具体的に言ってくれないとちょっとわかりづらいですよね。信仰って言ってたから、うん、信仰ってさ、もう絶対信じてるっていうか、絶対こうだっていうものだから、うん、なんかそこからずれるどうダメだみたいなことになったら、それやれない人がドラマじゃないの、うん、さっきミントさんが言ってそのファンが好きになっちゃうみたいな、それの例えですよね、これ、うん、どういうこと、それの例え、いや、これ違う、例えじゃない、それどういうこと、え、じゃあそれをファンの人はドラマがわからない人ってことですか、うん、信仰になっちゃう、あ、聞きたいな、なんかそれ、いや違う、多分信仰って言葉だけで引っ張ってる可能性がある、あ、そうなんだ、私はもう思えなかった、私が信仰に引っ張られてる、信仰って言葉だけでその2つ繋いでるけど、そうか、でも橋本さんに聞きたい人がなんか、だからあれはあれじゃん、その心を動かされるって、ドラマって心を動かすのがドラマじゃん、でもその心を動かされるっていうのは何か認めたりしなくちゃいけないでしょ。例えば彼が
辛い思いをしてそこから脱するとか、うん、そういうことをしたくないってことじゃない、するのが怖い、うん、いちいち他人を理解したくないっていうことですか。なんだろうな、自分の弱さを認めれないと。その場その場で起きてることに共感したくないっていうか、共感したくないっていうの。